はい、どうも、平井先生。どうも、カイヌスです。そうなんですけど、はい、ナイキアプリ限定で、そうですね。はい、特別な、ね、リリースがあるということで、気になるスニーカーがいくつか含まれていたので、今日はそのあたりを、ね、ちょっとやっていきたいなと思います。で、その他に。はい、あ、そうですね。気になる、アンダーカバーとナイキエアフォースワンのコラボの発売の続報と、うん、あと発売されるかどうかちょっとわかんないんですけど、オフファイトとエアジョーダン4の発売されるかどうかわかんないんですけど、ちょっと話が出てきているので、ご紹介させてもらいたいんです。はい。はい。このチャンネルでは初日からファッションに関する陸情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方は、この機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムをやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方をよろしくお願いいたします。お願いします。はい、いや早速なんですけども、これ海外といいますか、韓国のスニーカーズになるんですが、なんか情報が、そうなんですよね、はい、ちょっとねこれ見てもらいたいんですけど、まず、ナイキダンクハイのパンダの方が、うん、韓国のスニーカーズの方でリストックされるみたいで、うん、こういった発売情報が出てたんですけど、うんうん、それ以外にちょっとびっくりしたのが、うん、9月の15日ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、アメリカでは10月の発売予定になっているエアジョーダン1配用時のウィメンズのスターフィッシュがもう来てるんですよね、うん、これ。ああ、そうなんですね。で、日本のスニーカーズの方に来てるかなと思って見てたんですけど、うん、9月の15日には来てなくて、韓国のスニーカーズの方にはこれ来てるんですよね。あ、はい、でね、もともとこれ10月に、まあ、発売の情報以前からやらせてもらってるんですけど、うん、それって延期になった話なんですよね。もともとね、これ9月頃じゃないかって言われてたんですけど、うん、アメリカの方のリリースが10月になるんじゃないかということで延期の話を以前やらせてもらってたんですけど、うん、9月の15日に発売来ているんで、これ日本のね、スニーカーズの発売も近いんじゃないかと思われるんですけど、はい、ただ、日本のスニーカーズの方で発売が来ているエアジョーダン1ハイのヘアルーマーじゃないですか。はあ、バケタタンなんですけど、うん、それはね、韓国に来てないんですよね。あ、そうなんですか、ね、はい。で、それは来てない代わりに、9月の15日に、こちらのスターフィッシュの方が来てたんで、もしかしたら日本の方はね、一応バケタタンの発売が9月の17日に来てるんで、うん、それ以降にもしかしたら日本のスニーカーズの方でも、これのね、発売の情報がね、その更新されるんじゃないかと思われるんですけど、はあ、はい。ちなみにね、このね、9月の15日に韓国のスニーカーズの方で発売来てる、エアジョーダン1配用時のウィメンズのスターフィッシュなんですけど、うん、これね、ヨーロッパの方では、アメリカアカウントサイトが言うには、ヨーロッパでの発売っていうのはね、これ9月の22日って言ってたんですよね。あ、そうなんですね。はい。なんでもしかしたら9月の22日にヨーロッパの発売って結構日本の発売に似てるじゃないですか。多いですね。なんでもしかしたら今月の22日にこのね、韓国の15日に発売予定のこちらの方が来るんじゃないかなと思われるんですけどね。はい、まあ、ウィメンズなんでね、大きいサイズがね、発売されるかというのは、ちょっと日本でのね、発売というのは期待できないと思うんですけど、そうですね。はい、イーソクなんでね、僕これちょっと狙おうかなと思ってるんですけど、ね、うん、はい。でやっぱりね、この9月13日に、はい、まあ、あのナイキダンクハイのパンダの方がまた来てるということで、あ、そうですよね、はい、まあ、まだまだ世界的には、はい、これであのリストップ続いてるんじゃないのかなっていうのいう感じですよね、はい。あとね、この動画が出てる頃には、うん、もう抽選の方が締め切ってるんですけど、うん、ABC マートの GS さんの方でオンラインの抽選で、はい、ナイキダンクロのパンダとかまだ来てたんですよ。あ、そうなんですか。もうこの動画出てる頃には抽選の方がね、もう終わってると思うんで、こちらの方ではちょっともう紹介しないんですけど、もうね、はい、ほとんどレギュラーのように発売されてますね。あ、そうなんですよね、はい、はい。で続いてなんですけども、ナイキダンクロのサファリスウッシュですか。あ、そうですね。持ってらっしゃる方の投稿で、これヤンキーキックスなんですけど、はい、自分自身のブランドであるヤンキーキックスのソックスにこのね、ナイキダンクロのサファリスウッシュのクロロヒーを合わせてるんですけど、うん、はい、まあ、これ発売近いんじゃないかって言われてるんですけど、まだ発売の情報出てきてなくて、まあ、クロロヒーということなんで、カラーの方がね、こういった、まあ、蛍光グリーンとは言わないですけど、ホワイトの方と蛍光グリーンのようなカラーブロッピングで、うん、スウッシュの部分がこれサファリ柄になってるんですよ、ね、そうなんですね、うん、はい。でまあ、かかとの部分とかちょっと見てもらいたいんですけど、はい、まあ、いろんな角度からね、まあ、撮ってる写真といいますか、まあ、ヤンキーキックスさんが自分自身のブランドのソックスを履いて、こういった投稿があったんですけど、うん、でね、今回これ、クロロフィルのカラーを紹介させてもらってるんですけど、それ以外にちょっと覚えてらっしゃいますかね、ナイキの公式写真が出てきた同じサファリスーシュシリーズで、こういったオレンジのカラーといいますか、金管のね、カラーを落とし込んでるような、サファリスーシュも存在するんですけど、はい、まあ、2つともね、発売上出てきてないんですよね、これね。はい。まあ、両方ともいいカラーですけど、このヤンキーキックスさんがいらっしゃる着画の投稿を見たときに、このクロロフィルのカラーのやつも似たってちょっと思いましたけどね。両方とも欲しいですけどね。はい。でもまだ日本の発売情報っていうのは出てきてないんですよね、これね。はい。
はい、続いてなんですけども、エアージョーダン6のトロブラボーですか。あ、そうですね、以前、はい、来年の夏に発売されるジョーダンブランドの新作のハードをやらせてもらってたんですけど、うん、まあ、夏っていう風な、話だけで、まあ、詳細な日程っていうのはまだできてなかったんですよね。はい、はい、はい、今見てもらっているのはエアージョー6のトロブラボーになるんですけど、うん、まあ、これがね、2009年に発売されたエアージョーダン5 の、 あのレイジングブルーズパックの、まあ、このトロのカラーを、まあ、いわゆるエアージョーダン6に関しているもので発売されるんじゃないかとさせてもらってたんですけど、はい、まあ、それはこれなんですよね。あ、でこちらの方が一応モック画像になるんですけど、発売日の方が出てきてまして、6月の24日に発売予定なんですよね、はい、というふうに出てきてるんですよね。昨日も、まだモック画像になるんですけど、夏号にリリースされるんじゃないかって言われてるジョーダンブランドの新作、結構日にち出てきてるんでね、うん、はい、まあ、あくまでもまあこれまあリリースできる日程なんで、リリースの時期は変わるものもあると思うんですけど、うん、まあ、一応これに関しては6月頃ということで出てきてましたね。はい、はい、で続いてなんですけども、エアージョーダン3の、モック画像で紹介されてもらってるエアージョーダン3なんですけど、やっぱりこれキッズサイズらしいんですよね。あ、いいですね。そうなんです、ね。はい、で、まあ、見てもらったらこれモック画像なんですけど、これメンズで出してほしいですよね、これね。そうですね。はい、来年の子供の日のあたりにリリースされるんじゃないかということで、うん、海外のスニーカー系サイトにまた紹介されてたんですけど、うん、これに関してはね、先ほどの、エアージョーダン6のトロブラロンのように、うん、日程は出てきてないんですよ。そうなんですね、はい、来年の子供の日のあたりじゃないかということで、まあ、新たな木画像とも出てきてたんですけど、これメンズで出してほしいですけどね、これね。そうですね、いいカラーリングなんですけどもね、はい、そうなんですよ、はい、はい、はい、続いてなんですけど、オフホワイトとエアージョーダン4のオルタネイトブレッドですね。そうなんですよ、持ってらっしゃる方の投稿で、サンプル持ってらっしゃる方がこういった投稿をしてまして、はい、エアージョーダン4の、オフホワイトのコラボにあるんですけど、オルタネイトブレッドっていうことで、うん、まあ、ちょっとこっちの写真見ばれんですけど、ジョーダンブランドの方からこれはリリースされないって言われているオフホワイトでエアージョーダン4のブレッドってあるんですけど、うん、この写真と今回出てきているオルタネイトブレッドちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まあ、オルタネイトブレッドということなんで、ジョーダンブランドの方がリリースされないって言われているブレッドとは、まあ、若干カラーと変わってるんですけど、まあ、配置が全然違います、ね。ああ、そうなんですよね、はい、まずサイドのメッシュのカラーがもうね違いますから、ね、そうですね、オルタネイトブレッドの方がブラックとかになってまして、はい、あとサイドソールとかアウトソールのカラーも微妙に変わってるんですよね、これ、うん、オルタナネイトブレッドの方が、まあ、ブラックの柄が若干多いかなっていう感じもするんですけど、うん、はい、これが一応エアジョーダン4とオフホワイトの3番目のカラーで、まあ、サンプル持ってらっしゃる方の投稿があったんですけど、これ発売されることおそらく今とか情報出てきないんですけど、うん、出てきてほしいっていう風な期待を込めてみたいな感じで一応紹介してたんですけどね。まあ両方出してほしいです。ああ、そうなんですよ、はい、はい、ブレッドの方に関しては一応ね今年だったと思うんですけど、まあ、ジョーダンブランドの方から今のところ出る予定はないっていう風な回答が出てきているんで、うん、そうなんですよ。で結局ね、これ今見てもらっているオルタネイトブレッドっていうのはエアジョーダン4とオフファイトのコラボの3番目のカラーになるんですけど、はい、3つ出てきている中で発売されたので結局このウィメンズのこれだけなんですよね、セールだけなんですね。そうなんですよね、エアジョーダン4とオフファイトのコラボのセールのみだけ発売されて、ブレッドのカラーと先ほど紹介されたサンプルのオルタネイトブレッドに関してはまだ世に出てないんですよね、これね、うん、あ、出てほしいですけどね、これね。そうですね、 あとこのエアジョーダン4とオフファイトのコラボのウィメンズのセールもメンズのサイジングで出るっていう風な情報もあったんですけど、そっから全然情報更新されてないんですよね。出してほしいんですけど、それから1年以上経ってると思うんですけど、なんかこのセールカラーもねすごく味のあるねカラーリングで好きなんですけどね、すぐ値段上がりましたよねこれね。そうなんですもう今10万円以上超えてると思うんですけど、手が出せないですよね。そうなんですよね、はい、はい、続いてなんですけども、はい、アディダストップ10の RB ですね。こちら9月の7日発売予定ということで、もう発売されたんですね。そうなんですね。はい。こういった3つのカラーができるんですけど、うん、まあ、カレッジスタイルカラーということで、アディダスのトップ10が発売されてる、まあ、実は発売されてるんですけど、うん、海外のスニーカー系サイトの方では9月の7日って出てきまして、紹介されたんですけど、以前僕らの動画で、まあ、開封のゲームやってるんですけど、90年代に持ってた、スペイン製であったりとか、アディダスのトップ10をね、以前、まあ、復刻したモデルを買って紹介させてもらってるんですけど、はいはい、今回出てきてるモデルって、もう結構変わってるんですよね、シューターのデザインっていう、ね。そうですね、はい。バスケットボールのこういったデザインを落とし込まれてるものになってまして、新色で3つ発売されたことで紹介されたんですけど、うん、やっぱりあれですよね、当時の OG のモデルの感じの方がいいっすよね。まあね。はい。ライフの木の時に紹介されてもらったホワイトとブルーのカラーあったじゃないですか。うん、それ以外にブラックのカラーね、ホワイトとブラックのカラーも出てきてたんですけど、うん、今回に関してはもう全然ね、シューターのデザインが違ってるもので、そうですね、こういった3つがリリースされたということで出てきてたんですけど、
はい、まあ僕の中でだったらこのマルーンのカラー、あーそうですね、僕あの、はい、この間ね、はい、あのアディダスの方は上下セットで、あそうですね、はい、買ったんでベロアのね生地のやつですよね、はい、そう、確かにそうですね、それに合いそうかなという気がしますけど、ね、あとびっくりしたのがこれ値段見て100ドルなんですよね、安いっすね、めっちゃ安いっすよね、なんかねまあまあまあソールがペラペラですからまあね、はい、あでそんなアディダスのまた話になるんですけど、アディダスのサン・スミスと、うん、アラジンってあるじゃないですか、ディズニー、はいはい、とコラボでこういった椅子ができまして、なんと終端の部分の片方はサン・スミス自身の顔の、ね、デザインになってるんですけど、うん、もう片方はこれアラジンなんですよね、これね、なるほどね、はい、でインソールの部分ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、アラジンの、まあ、アニメーションといいますか落とし込まれてるようなインソールのデザインになってまして、うん、まあ、こういった感じで、まあ、カラーの方はね、水色のカラーを基調にしているようなサン・スミスで、まあ、こういったものが発売されるということで出てきてたんですけど、うん、はい、まあ、サン・スミスといえば、まあ、ラクシモンズであったりとか、あとまあデザイナーのステラ・マッカートニーとかのコラボの時に、うん、まあサン・スミスの顔の部分が、まあ、ステラ・マッカートニーの顔になったりとかっていうのが出てきてるんですけど、はい、まあ、そのパターンじゃないですけど、サン・スミスとディズニーのアラジンのコラボで、まあ、こういった一足が出るということで紹介されたんですけども、スムースレザーじゃなくてこれステールなんですよね、オールステールなんですね、はい、まあ、一応ねこれ再利用されている素材っていうふうに書いてたんですけど、うん、はい、まあ、こういったものがリリースされるということで出てきましたね、はい、はい、続いてなんですけど、あのアンダーカバーとエアフォースマンローのコラボで3色発売するというのはさせてもらったじゃないですか、以前から、はいはい、こういった風に、まあ、出てきてたんですけど、うん、こちらの方が韓国のリークアカウントサイトの方が今月じゃないかっていうねことを先月言ってたんですよ、ね、そうなんですよ、はい、でどうなったのかなと思ってたのか、この、ホワイトのカラーのみだけですね、ナイキの方から公式写真が出てまして、こういったので出てたんですよね、うん、はい、で驚きなのがこの3つ写ってる、モデルとちょっと違ってるのが、これゴアテックスの生地が使われて、うん、ゴアテックスのタグが付けられてるんですよ、そうなんですよ、はい、でそれもちょっとびっくりしたんですけど、うん、でそういった中このオールホワイトのエアホースワンロードアンダーカバーのコラボの方がナイキの方から公式写真が出てたんで、やっぱ発売近いんじゃないかと思われるんですけど、今日インスタグラムを見てますと、あのスニーカーポリティックスっていうお店があるんですけど、そちらの方がもう抽選始まってまして、え、そうなんですよ、これね9月の14日に発売って出てきてたんですよ、2日後じゃないですか、そうなんですよ、ただ全然ね他の、お店であったりとか違う国のね、例えば日本もそうなんですけど、全然そんな情報出てきてないんですよ、はいはい、一応ねこのお店のホームページ見たんですけど、うん、ちゃんとページありましたね、はい、9月の14日にこのホワイトのみだけなんですけど、アンダーカバーとのコラボでこれが発売するという出てきてたんですけ ど、 なるほど、例えば日本のねアンダーカバーでこれ発売されるとしたら、大体アンダーカバーの新作って土曜日の、まあ、オンラインだったら朝10時にリリースされるんですよ、うん、なんで今のところこれ14日でできてるんですけど、あさってぐらいに急にスニーカーズの方に来るかどうかっていうのはちょっと怪しいじゃないですか、これに関しては、まあ、来ないでしょうね、はい、なんでおそらくなんですけど、この14日で出てきてるんですけど、日本の発売とかであったりとかはまた別になるんじゃないかってちょっと思われるんですけどね、そうですね、やっぱり気になるのは発売日もそうなんですけども、はい、他のカラーね、あーそうなんですよね、ちょっとどうなるのかなっていうことですね、僕が持ってるリバデルチのかかとのカラーのこのマゼンダのね、うん、カラー落とし込んでるエアホースとアンダーカバーのコラボが一番欲しいんですけど、これいいですね、かっこいいですよね、はい、そうなんですよ、ただまあホワイトのカラーのモデルも日本でもね発売情報ができたら一応もしかしたらあのチャレンジしようかなと思ってるんですけどね、なんか最近このね履き口のとこが二重になっているダブルデザインのスニーカーが増えてきてる、はい、あそうですよね、はい、でそんなアンダーカバーなんですけど、先ほど紹介したエアフォースワンロードアンダーカバーのコラボに関してはアンダーカバーのインスタグラムを入れたんですけど、そういった情報出てきてないんですよね、そうなんですよね、はい、で新たな情報が出てきたんですけど、これ今年の1月にアンダーカバーとダブルタップスがコラボしたコレクションになるんですけど、ワンオンワンコレクションというものがありまして、うん、それの第2弾が発売情報が出てきてまして、9月の17日に、まあ、今週ですよね、発売されるということで出てきてたんですけど、うん、まあ、T シャツであったりとかホワイトシャツであったりとか出てきてたんですけど、うん、写っているこの CT70 コンバースのチャック・テイラーと、うん、このダブルタップスとアンダーカバーのコラボに関しては、これはね10月以降に発売というふうに情報が載ってたんです、あそうなんだ、ね、はい、まあ、ジップ仕様になっているこの、うん、コンバースの、CT70 と、まあ、このワンオンワンコレクションのものになるんですけど、うん、まあ、これはね、17日発売されないんですけど、それ以外のアパレルの方が今週発売されて出てきてたんですけど、はい、ただエアフォースの情報は出てきてなかったですね、なるほど、はい、あの僕ちょっとパッと見ただけなんですけど、はい、この白シャツいいなと思います、いいっすよね、これね、そうなんですよ、はい、でも前回もねこれ発売した時すぐ完売してたんで、ああそうなんです、おそらくね、まあ、オンライン完売するんじゃないかなと思われるんですけど、なるほど、ね、これ朝10時からですか、だと思うんですけど、はい、ちょっとチェックしようかなと思いますね、はい、はい、はい、続いてなんですけども、はい、なんかあのナイキアプリ限定で
なんか、限定発売みたいなのが。あ、そうなんですか。はい。ナイキ .com の方を見てますと、ナイキアプリ限定でこういったものが始まるっていう出てきてたんで、ナイキアプリのちょっと見てたんですけど、まあ実際ナイキの方から LINE でね、この連絡今日来てたんですよね、夕方に。はい。9月の17日から9月の22日の間に、こういったエキスチューシブドロップということで、ナイキアプリ限定で、まあ、リストックであったりとか、今後先発売されるんじゃないかって言われてた僕らがここで紹介してるようなスニーカーが、一気に販売できるんですよね。なるほど。でこれ、一応日割りで日にこれがリリースされるっていうような情報も出てきているんですけど、まずねこの9月の17日の初日なんですけど、以前僕らが紹介されてもらったナイキダンクローのビートルートってあったじゃないですか、それが来てるんですよね。これね、あのカラーリング的に欲しかった。そうですね、僕もこれね9月の17日はちょっと狙いたいなと思ってるんですよ、ね、欲しいですね、はい、でこれからの季節に使っていただけそうなカラーじゃないですか、スニーカーズの方で以前ナイキダンクハイのダークビートルートっていうのが発売されたんですけど、まあそのカラーを彷彿させるような感じじゃないですけど、ローカットのタイプでこのビートルートが来てるんで、これちょっと狙おうかなと思ってるんですけどね。僕でもナイキアプリでね変えたためしないんですよね。ああそうですね、あれゴッテムって出ないですもんね。そうなんですよ、ね、はい、これ以外にも9月の22日に向けていろいろ発売されるんですけど、あと9月の19日ちょっと見てもらいたいんですけど、これナイキダンクローのパンダありますよね、ナイキダンクローのパンダの方がこれリストック来るんですよね。まあリストック続きですよね。そうなんですよ。だんだんあの驚きもなくなってきた感じがあるんですけど、僕ら2人とも変えているんで、参加することはないと思うんですけど、ね、これ見てらっしゃる方でナイキダンクローのパンダを、まあ、定価でね欲しいなと思ってらっしゃる方はこれ9月の19日にチャンスがあるんで、まあ、参加してみてはどうですかっていう感じなんですけど、国内もね本当小売さんでのリストックだったりとか、まあ僕も、ね、多いですよね。アプリね、ナイキアプリとかでの リストックって本当多いですよね、はい、そうなんですよね。はい、まあ、本日も先言ったんですけど、ABC マートの GS の方で、まあ、抽選はもう、ね、終わってしまっているんですけど、リストック来てたんで、そうなんですよ。はい。その他気になるやつあるんですか？そうですね。その9月の22日 の最終日になるんですけど、以前から僕らが、動画の紹介させてもらってるナイキダンクの、デカスッシュで、ファイル記事が使われているものを結構紹介しますよね。ナイキダンクハイやってますね。なんかやっぱね。ナイキダンクローにあるんですけど、それがね、いくつか来てるんですよね。あ、そうなんですか、ね、そうなんですよ。はい。9月の22日にナイキダンクローのグレー&ブラックのカラーで、スウッシュの部分がデカスウッシュで、ファイル記事が使われているこのセニエスウッシュなんですけど、これがまず来てるんですよね。なんかね、はい、ちょっとあのグレーは入ってるもののパンダっぽいデザインなんですよね。あ、そうなんですよ。僕ね、これちょっといいなと思ったんで、発売はね、ちょっと考えようかなと思ってるんですけど、ね。なるほど、はい。で、これ以外に、同じくナイキダンクローのシェニールスウッシュで、パープル&ホワイトのカラーで、こういったものを着てるんですよ。これも以前紹介してると思うんですけど、はい、はい。この、ブラック&グレーと、パープル&ホワイトのカラーに関して、一応22日に発売来てるんで、はい。ブラックの方をちょっと考えようかなと思ってるんですけど、はい、でそれ以外にも9月の22日になるんですけど、次はナイキダンクハイのファイル生地の使われているニールスウッシュになるんですけど、これグレーのカラーが着るんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。はい、あともう一つがオレンジとブラックのカラーが使われている。これね、以前僕らがナイキの交渉員ができた時にハロウィンの時期に発売されるんじゃないかとさせてもらってたんですけど、これ国内でね9月の22日に着てましたね。なるほど。はい、で2つとも言えることは、このナイキダンクハイのシェニールスウッシュに関しては、アウトソールがガンソールになってるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。はい、で、まあ、デカスウッシュで、まあ、パイル生地の使われてるグレーのカラーと、このオレンジのカラーが来てるんですけど、はい。それ以外に、ダンク以外にもね、いろいろ新作の発売が来てるんですけど、まあ、僕らはちょっと気になったものをね、ちょっとピックアップしてご紹介させてもらったんですけど、はい。まあそうですね、このあのナイキダンクハイのこの2足なんですけど、はい、グレーの方もオレンジの方もそうなんですが、このカラーブロックでね、通常のあのナイキダンクハイで来てほしかった、はい、あそうね、ところもあるんですけども、ね、そうなんですよね、はい、以前僕らが紹介させてもらってまして、秋冬シーズンに発売されるんじゃないかって言われたナイキダンクローであったりとか、ナイキダンクハイの発売がこの9月の17日から9月の22日までのこのナイキアプリ限定の、ね、エキスキュードレップの方に、まあ、来てたんですけど、はあ、でちょっと話は変わるんですけど、同じく9月の17日にこれフィアリスが気になってる、ナイキのアパレルの新作があるんですけど、ああこれね、はい、ナイキフォワードのシリーズですね。そうですよね、はい、まあ、あのフーリーとね、あのスウェットタイプのものと2つ着てるんですよね、はい、そうなんですよね、はあはい、これちょっとね、あの素材がねちょっと新しいと言いますか、今までナイキから出てるフリースのジャケットとかありますよね、はい、リサイクルされて作られてるものなんですけど、今回のこのナイキフォワードに関してはリサイクルして作るやつに比べて、二酸化炭素と言いますか、温室効果ガスを 75%、まあ、削減できる、まあ、作り方で作ってるらしいんですよ。ああ、そうなんですね。はい、面白いのは、このね、ポケットとかがね、切りっぱなしなんですね。はい、そうなんです。スラッシュになってるんですよ。このカラーしかないんですよね。そうなんですよ。はい。めちゃくちゃシンプルですけどね、これね。ただなんか、はい、物
デオさんが来ても見てるとめっちゃかっこよく見えるんですよ、ね、かっこいいですよね。実際の素材感見たら、はい、あーってなることもあるんですけど、ちょっと実物をね、はい、見たいんですけど、ね、この写真を見る限りでは赤いですよね、これね。赤いですよね、はい、1万8000円ぐらいだと思うんですけど、結構大きめに来てはりますけどもね、はい、こちらの方が一応先ほど言ったナイキアプリの方で、まあ、9月の17日に一部店舗の方でも発売という情報が書いてたんですけど、まあ、発売されるということで、物を見て考えたり、ああそうですね、はい、ただねこれやっぱり値段もネックで、ねはい、パーカーで、ナイキで1万8000円ってなってくる、結構なお値段ですよね、はい、これのパンツみたいですけどね、まあ、今後出てくるかもしれないですよね、はい、はい、まあ、あの9月のね17日に、はい、まあ、こういったあのナイキアプリ限定で、はい、まあ、あの発売のがあるということで、僕らはちょっと17日ちょっとね、そうですね、ナイキダンクローのビートルート、はい、これはねちょっといいカラーリングなんで狙いたいな、はい、ちょっと同じでしょうかなと思ってるんですけど、はい、はい、まあ、あの僕このナイキフォワードの方ね、はい、ちょっとあの物を見て考えたいんですけど ね、 そうですね、ちょっとあの、はい、ナイキ大阪まで行くのがちょっと時間かかるそうなっていう感じはあるんですけども、まあ、サイズもねどんな感じなのかっていう感じもしますので、ね、サイズ感もね、ちょっと大きめに着ないといけないでしょうしね、はい、はい、まあ、あの実際にね17日に僕らがあのビートルート書いてるかどうか、はい、結果の方が気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヘアレスでした。カイヌスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.